ばんは、ひづきチャンネルようこそ。ということで、こんばんはと言いながら、昼間なんですけれども、今は、8月15日です。まあ、ちょっと夕方4時ぐらいなんですけれども、時間がちょっとあったんで、護国神社に、来ました。ここは奈良県のね、護国神社になります。もう、参拝はね、済ませたんですけれども、ちょっと動画をね、撮っておきたいなと思います。やっぱりね、終戦の日ということで、まあ、特に8月はね、原爆投下の日とかもありますんで、いろいろ戦争とか平和について、考えさせられる月ではあるんですけれども、今日はね、終戦の日ということでお参りに来ました。まあ、ウクライナで戦争してますし、もう台湾有事も、このままでは、近い将来起こってしまうんじゃないかと、本当に心配してます。まあ岸田政権のね、改造内閣見るともう散々たる、結果、特に外務大臣はね、林芳正そのまま残ってますから、これはもう親中内閣ができてしまったなと思って心配してるんですけども、まあそんなことを言いながらも、やっぱり世論の力で押し切って、世論にね、なびく岸田さんですから、世論で盛り上げていって、まともなね、日本を保たないといけないなとは思ってるんですけど、まあちょっと政治批判をすると長くなるので、まあこれくらいにしときますが、まあ本当にね、命を懸けて戦った人たちが祀られている神社に来て、ちょっと気持ちがね、引き締まる、そんな感じがします。まあ、そういう時代だったと言ったら、それまでかもしれませんけども、やっぱり、日本を守るために、戦った人が何万人、何百万人、いますから、そういった時に自分は戦うのかどうかってね、考えると、まあ、もちろん戦場に行くっていうのはね、まあ、嫌なこと、まあ、怖いこと、っていうのは誰しもそう思ってると思うんですけど、まあ、それでも、戦って日本を守ってくれた、人たちがたくさんいたっていうことは、今の現代人はしっかりと頭に入れとかないといけないかなと思います。学校でね、戦争のことをまともに教えませんから、自分で調べた人だけがこういった気持ちを持つんだと思うんですけど、普通に学校の授業を聞いてるとね、まあ、兵隊さんは、みんな悪かったみたいなね、そんなおかしな印象を与えるような、そんな教育になってますから、まあ、最近はちょっとマシになってきたんじゃないかとは思うんですけどもね、まあ、そういった教育の問題もいろいろあるなと思います。正しい歴史を、正しく学べば、どうあるべきか、どう行動していかないといけないかとかね、そういうのは自然と見えてくるんじゃないかなと思います。まあ、あんまり批判ばっかりしてても良くないので、やっぱり今日は慰霊の日だと思いますので、まあ、純粋に、日本を守るために命を投げ打って戦ってくれた、英霊の皆さんに、哀悼の意と、あと感謝を、捧げたいなと思います。まあ、なんて言っていいかわからないんですけどね、本当に、まあ、こういった先人が戦って守ってくれた日本、今の日本を見てね、その散っていった人たちがどう思うんかなっていうのは、ちょっと想像力を働かした方がいいのかなと思います。こんだけ豊かになったことはね、きっと喜んでくれるとは思うんですけども、思うんですけれども、まあそれを引き換えにいろいろ失ったもの、まあ、愛国心であるとか、公共のためにっていう気持ちであるとか、そういうのはちょっと薄れてしまってるかなと思うんで、まあそういったところを見て、なんていうのかなっていうのが、ちょっと気になるところです。まあ平和で豊かでっていうことが、多分一番願ってくれてたことだとは思うんですけどね、まあ、本当に感慨深い、日だと思います。
皆さんもちょっとそういったところをね考えて、もらう日にしてくれたらいいかなと思います。ちょっと動画の関係で、8月15日にあげれないかもしれないですけども、まあ8月は、結構そういう、月になってると思いますんで、ちょっと過去を勉強して、思いを馳せてほしいなと思います。じゃあ今日はこの辺にしておきます。それではバイバイ。